中学受験の偏差値が50程度の中学校は中学校から入学するには立地交付以外で何でそこを選ぶのでしょうか偏差値が高くなければ高校時に入学するのも容易なので中学から入学はあまり必然性を感じないのですが多分考え方としては学力の高い学校っていうイメージが多分強いと思うんですけど例えば中高一貫校あとは名古屋国際みたいに英語に力を入れてるとかその学校の特徴があるわけですよただから学力だけのものじゃないですね合格実績とかそういったものだけでもないし例えば精霊とかだったら学 力,力的に入る時は低いですけどでも出るときは推薦とかの制度っていうのは整ってるし名古屋国際だって英語もできたりとか中学と高校でね名古屋国際って入るとき全然違うんですけどそういったものを目的にしてるっていう人がいたりとかしますね東京の中学のように私立中学に入れなければ地域によっては柄の悪い効率で一番ああそういうのもありますけどね基本的に名古屋市はそこまでっていう感じじゃないですかね